はい、事故の多い道の話、事故の多い道の話、昔ちょっと話したことがあるんですけども、子供の時にね、なんか家の近くで事故が多い道があったなと。これは子供の頃の話なんで、そうですね、1ヶ月に1回ぐらいは車の事故ね、まあちょっと当たったとかそういうレベルもあるんだけども、まあ1ヶ月に1回って多いですよね。普通の住宅地の普通の交差点なんですけど、そこがね、特に他の交差点は全くないんだけども、そこは特にね、多いと。で、原因不明でね、なんかあるんじゃないかみたいな、そういう交差点で、まあ普通の交差点なんですけども、まあ、それとは別で、まあ、かなり大人になってから事故の多い道っていうのをですね、まあ、把握しまして、そのどういう道かというと、まあ、家から離れてるんですけども、自転車ではね、よく行くような道で、と言いますのもですね、駅から駅への間をつなぐような道なんですね。まあメインの道というか、ただ線路沿いとはね、ちょっと離れてて平行に走ってるんですけども、線路と線路沿いの道もあって、そことは違う、まあ長いね、道で見通しも良くてね、ほぼ直進なんですよ。で、歩道はね、まあまあ狭いんだけども、車道は、片側2車線あって、たっぷりあって、で交差点もね、信号機があって、で何か合流するとかそういう特殊なこともなくて、はい、まあ普通のね、幹線道路みたいな、そういう雰囲気なんだけども、そこはやけに事故が多いなと、そう私はね、思ってるんですね。と言いますのも、3回今まで事故見てるんですね。見てるってのは現場で見てるってことね。事故を起こした瞬間みたいな、直後とか瞬間をね、3回見てると。うん。その他にもね、細かいのはあるんだけども、まあでも、事故を直視した、あるいは直後ね。それはね、3回大きいのありますね。大きいって言っても、人がね、亡くなるような事故じゃないんだけども、でも、家から相当離れてるんだけども、月に2、3回ぐらいしか行かないような、そういう、まあ月3、4回ですかね、月3、4回、まあ2、3回ですかね、2、3回しか行かないようなところで、今まで3回ぐらい事故を目にしてると。うん、これはなんかあるんだろうと。他のね、道はね、一切事故なんか目にしたことないですよ。事故の痕跡すらね、見てないと。例えば、まあ、着いたら警察が来てて、という、そういうね、事故の痕跡みたいなの。それもね、ほぼ見たことなくて、その、駅から駅へのつながる道路、そこだけがね、特にこう、事故多いんですね。最初に目撃した事故は何かっていうと、あるお店の前で、そこよく私が行ってた店なんですけども、車がね、駐車してるか停車してるかしてて、大きめのバンみたいな車で、そこにですね、バイクのおじさんがね、こう横をすり抜けようとか、そういう、ことをやろうとして、で何か知らないけど、こう当たったんですね。うん、バンの後ろに。だから曲がりきれなかったのか、バンが動き出そうとしたのか、挙動が分かんないんだけども、とにかく、バンの後ろにそのおじさんのね、バイクが衝突して、おかま掘るみたいな形になって、で、バイクがなんかこう、ぐーってぐーっとね、こう、アクセルを吹かしたような、そういう状態になって、で、バイクが倒れたみたいな。そのアクセルを吹かすような音で私は見たんだけども、後ろからね、バイクが停車中の
板にね、当たってたと。でおじさん倒れちゃって、でちょっと意識飛んでるみたいな、そういう状況 で私はそこにいてもよかったんですけども、ちょっと急ぎのようがあったんでね、すぐ現場を立ち去って、他のところ移動したので、全くこうその後どうなったかわからないんですけども、まあ、それが最初まあでもおじさんがねちょっと倒れてスピードも出てなかったし、ちょっとね意識飛んでフラフラしたみたいな、そういうことだけなので、まあ救急車呼んだとしてもそんな大きなね怪我ではないから、まあ心配してないんですけども、とにかくそれを現場で見たと。でしばらくしてからですね、それから自転車で乗ってね、あるその道路ね、その幹線道路のポイントに行って、こう歩道の方に、自転車をね降りて押して、ある店に入ろうとしてね、つまりその直接行けないんで、とにかく歩道に上げちゃって自転車をで押してですね、で店の前まで行って店の駐輪場に、入れるみたいな、そういう作業の時にとにかく歩道に上がったんですね。で車道の方をどんどんねこう、自転車とか電車、自動車がね通っていて、その自転車がですね、自転車同士でこうぶつかったとかね、そういう形ですね。この止まろうとした自転車と後ろから追い抜こうとした自転車が当たって、でまたこう転んだみたいな、それ女性でしたけども、なんかすいませんって謝ってたみたいなね、まあ、これも大怪我につながらなかったんで、でも直接こう目で見たと。で3回目はですね、私が自転車でこうねその道を行っていたら、その道からその道に出ようとした自転車の親子、お父さんと娘さんですね、それが道路に倒れていて、で要するに事故直後ですよ。で何と当たったのかなと思ってパッと周り見るんだけど、なんかそれらしきものがないんですね。レスキューのね消防士の人みたいな人が現場にいて、でヘルメットとかあと蛍光色の隊員の服みたいな制服みたいなありますよね。で大丈夫ですかみたいなことを言ってるわけね。でも、まあ、その人はね近くの消防署の人が偶然巡回してて、で事故目撃してとりあえず現場にね、行って、で救急車呼ぶとかいうことをするんですけども、だからその人が当てたわけじゃないと、それは多分雰囲気でわかるわけで、その近くにまたね郵便局の人がいてですね、電話かけてると、多分救急車呼んでるんでしょうね。で郵便局の人もこう配達で周りを走ってて見かけたから、まあ事故を見かけたからこう電話してると。まあそのね倒れたお父さんと娘さんは2人とも自転車乗ってて、で自転車が倒れてて、まあ、事故直後だなっていうのは分かるんですけども、私は、ね、事故車がないんでね、ひき逃げかみたいなそういう感じもしたわけ。だけど、まあ、そんな雰囲気でもないと、あれと思って、おかしいなと思って、でこう現場をね自転車で私は通っただけなんで、近く通っただけなんで、まあそんなにねしっかり見てないんですけども、どうもねその雰囲気表情とか、それはね郵便局の番がですね、こうメインの道路から細い道に入ろうとしたと。でそこ偶然ね
細い道からメインの道路に出ようとした親子の自転車にどちらかに当たったと。うん、多分ねお父さんの方じゃないかな。お父さん靴が脱げてたんでね。お父さん靴が脱げてたんで、娘さんも別に血が出てるとかそういうのなくて、ただ泣いてたみたいな。お父さんの方の自転車に郵便局のバンがね当たったと。うん、で倒れたみたいな、そういうことだと思うんですね。まあもちろんひき逃げの可能性もあるけども、どうも表情とかを見るとまあそういうことかなと。で消防士のね人はですね、偶然やっぱり偶然そこ通りかかってそれ見ちゃって、で大丈夫ですかみたいなことを言ってると。うん、まあそういうことなんじゃないですかね。もしかしたら郵便局の人も立ち寄っただけ、通りかかっただけかもしれないですけども。いや3回ね事故、あるいは事故直後、まだ警察が来る前を見ていてですね、まあ、その道路ね、いい道路なんですよ、使いやすくて。で交通量もそこまで多くないし、はい、で駅から駅をつなぐ道路なんで、そこを使わざるを得ないと。まあね、あの線路沿いのね、道路もあるんですけども、若干こうアクセスが悪くて、で周りに店もねあんまなくて、やはりその幹線道路が周りに店とかあってね、沿道の店があって使いやすいんですよ。うん、だけどこの事故率というかね、ちょっと怖いなと思ってます。